ウェブ TV 阿蘇中大連応援企画。平成30年度中大連に出場する阿蘇市内の中学校の部活を紹介します。阿蘇中学校男子ソフトテニス部。女子ソフトテニス部です。男子は3年生9名、2年生は11名、合計20名で、これまで軍師新人戦で男子団体3位、個人ベスト4、軍師選手権で男子団体2位、個人ベスト4の実績があります。女子は3年生1名、2年生6名、1年生9名の合計16名で活動しています。部員全員がソフトテニスが好きで、コート内でボールを必死に追いかけています。もう一歩のところで勝ちにつながらない試合が多いので、残りの時間で自信をつけて思いっきりプレーができるようになりたいです。中大連での目標は軍師中大連で男子優勝、2ペアベスト4に入ることです。女子団体ベスト4、1ペアベスト4に入ることです。そして男子はさらに県中大連団体ベスト4です。